泣きましたよ。時戸に続いて続いてというにはちょっと間が空いたが、サードライナーの仕掛けで力丸。さあ最強準備と名高い力丸氏が強飛より大門なの、これ浦石の大門、浦クイズどれ行くの。大門っぽいガチガチの日本人チーム、本当に決まっちゃう日本人が多いですね。6分の5が日本人。あ、初手は要塞の千鶴。あ、画面しに追い込んでるな、力丸だが打つ打つ。ああ、こういうところはよ気持ちで負けない。あ、打ち落とした。ああ、効果的にダメージが生まないが、シスムがタイムリード A で止める。ああ、千鶴が冷静に立ち回って草根京の体力は遠心。ああ、よりがライバル引っ掛けてダメ出し。沈めろ、ここで対空社会 B から打っていく。そして中間のタクはガード式。ここで足で崩れながらワンコンボ取り返したのは次がモレパーフル力丸。ジャブリアクで着地でガード。さあ、力丸がもう相手が出てきます。ずーずーしい、ダッシュ崩れで、スタンチを貯めて。さあ、もう何振りかまっていられない。押し込んでいく。花さんだ。弱小流。禁止。裏からしゃがみ BNB。さあ、より大門だ。大門からのゲージがないぞ。さあ、金幸いと腹打ちまくる。投げて、ここはきっちりしてる。知ってる、乗ってる。さあ、だが裏クリス大門、東衝撃でも猛威を振るった裏クリスが、フット足を重ねまくる。逆でした、裏回って BA 前へ投げる。痛い、痛すぎる。投げ要塞どうする。エンディング、もう一発も食らえない。体力は時間がないぞ。さあ、まずは一勝。さあ、何年に数年に勝つ3ヶ月という、さあ、そのプレイヤーのスキルで出てくるのはデサだ。さあ、魂キャラである山崎が、はい、あ、魂ないの、なんで入れてんのじゃん。
まあ有効だかと思って入れてるんでしょうが、さあこのチームはどこに当てる、イオリに当てる、さあ何なのかこの山崎より、ジャッペエミ使い下がりしいね、ダメージを取っていく、ダメ、はいはいはい、さあ昼間がいいよ、これだけもう一回いく、さあチキレ追い込んでくる、知ってるぞ、ぶっ放してろ、腹が引っかかる、ガードエビ使い押し込んで、選択はここぞで、やはりクズカで避けれない、これが大会の力、ダッシュクズカでは避けられない、普段ならできる選択肢ができない、手が固まる、それが大会、はい、ダッシュジャンプリーで、デスワーが1本取り返す、ダゲージがあるダイモンが草影響をどう対処する、変身、さあお互い硬い始まり、ネットキック出して投げる、痛すぎる、なぜ誰も疑問に思わなかったのかこのダメージ、痛すぎるでしょこれ、遠心、さあもうダイモンドッキが知ってるもんだぞ、しゃがみねえ、払いは出ない、遠心、いいから体力減らしとけど、4番回の遠心だ、払いから投げる、高い日ジャンプリー、さあここはやはり教育勢の意地を見せ、さあ煽りを見せていただけるそうですので、さあ両面座ってのエルブルイオリダイモン裏、さあデサマはマチュアを入れるんでしょうか、迷ってるようですが、さあ結果的にはマチュアは入れない、裏にするのか表にするのか、裏、なんか2000には女ばっかりのチームですけど、ピュアジは本当に男臭いですね、チームが全部、やっぱりどこまで行ってもイオリ対決、さあ初戦というものはこういうもんだ、はい、リキュラーの元気が止め、さあ打ち勝つ、仕込んで投げ、流れを掴んでいるのはエルブル、押し込んでしゃがむ、かけ、まだ誰がかかっているのはリン様のおかげだわ、守れた、だがかけ、ジャンプリー、さあ、なんだ今のは、何が漏れたんだ、払い、さあ、減らしたくないダイモンだが、効果的にダメージを奪っている、払いを打ちまくる、ダイモンエンピ
わー、好き勝手やってる感じがするが、シャメンビー、鼻起きてるな、暴れてる、強気の大外、そしてダイモンドキャラ、かけるだけで行く、減りすぎだろこれ。さあもうここからは当たったら死ぬ感じ、もおお、なんだこれ、ガーキャンでコツコツダメージを取っているのはデュサーマンの方だが、発動中、ジャンプリー、さあデサマ粘る、ナマコも入らない、だが勝てばいい、裏投げ、足踏み、走り込んでしゃがみし前踏み、大将戦へ、さあ誰かほぼワブ、ゲージは出ない、おお気持ちでは負けてらんない、早出しジャンプし、しゃがみに暴れて、しゃがみ、おっ大将からの落としは通用しない、ジャンプに落とし、押し込め、切り返した後はジャンプに空中戦だ、おさあ確かに美味しい、どうなるんだ、投げた、いやー NV が際どいとこ、準備はできましたね、はい、さあ、いおり大門裏代、いおり大門裏クリス、全く同じ取り合わせ、どうキャラになるのか、さあ、いった全く同じ順番の取り合わせですが、いるのは関東最強と名高かった M ダッシュ、投げ、わー、これまさかの島田龍か、エンディ釣り勝って鼻を当てて起きてみ、投げ外す、先制したのはガンピーガー、 M ダッシュ、さあこのアドバンテージを守りきれるのか、ダイモンドがぶっ込め、有利よりからコンボ決めて強制ダウン、暴れてる、キジ、おお強気のリバサ投げ、近いから投げる、当たり前です、近いからです、ダイモンドキャラ、技の振り方一つでだいぶ違うもんですが、 MP と AC で、いやメージを取ってるのはワンピーが黄色いダイモン、 M ラッシュ、名鉄 MP しか振ってないこいつ、さあ流れをつかみたいエルブル、ダイモンに AC を差し込め、ジャンプリー、さあ楽した、ターンを取ってジャンプリーで拒否、
ガーキャンで押し込んで、ダメ足、まだ使う、さっさと走り行け、暴れて、ダンコンボ、銀影で、タクを迫るが、少し、ジャンプリー、さあ、わからないぞ、まだ。大将の M ダッシュ、意地がかかっている、ジャンプし確定はしないが、体力は M ダッシュ有利、投げる、動くな、まあ、じわじわと体力が減っているぞ、相打ち取る、M ダッシュここで意地を見せたが、さああとは運を天に任せてサイコロを振るのか、単純な読み合い勝負です。対人もキャラ対も済んでる、ね、プレイヤー同士の対戦で最後に行き着くのは読み合い。さあたぶん順番は変えないでしょう、ジョジョが精神統一、そのまま使い切って大将、ジョジョ対大将は M ダッシュ、先鋒戦はイオリキョウ、ライン利用させて、ああ分からない、分けてられない、ここ落とした後はない、しゃがみしゃがみし、投げは外してる、ナタリコほぼ噛む、足がね、 BA 腹めくりはいかない、投げ返した、ジャンプに入らせて先制したのはワッピー M ダッシュ、さあそして先ほどから散々見ておりますが、いよいだいもさあジャンプと払いで出し回る、さあ、エイチでも OK。エイシー、刺さる、冷静にしゃがんだ、あそこの局面でよくしゃがんだ。さあ、大門どうかな、お互い得意な組み合わせでしょう。先にゲージを使ったのは M ダッシュ。さあ、MB とエイシーで。打ち合っているが、ダメージを与えているのは M ダッシュの方だ、対人なのかどうかわからないが、じりじりとした、だが、さあ、ジョジョも盛り返してきている、思い切った、ダッシュジャンプリー、中段を決めて、勝ち上がりに王手をかけたのは、パーエスのデスチーム M ダッシュ、さあだがここをジョジョが取ればゲージの問題で有利に進めることができる、冷静にエンビで落として、そろそろゲージも溜まってきたところだ、ジャンプアップはし相打ち取って、わからないぞ大将戦、ゲージはジョジョ有利、ガーキャンで押し込む、エージを使っていく、さあこれがこれが M ダッシュに、おージャパンか、
M ダッシュに気持ちを教えた男が M ダッシュに破れるのか。M ダッシュが大投げ返した、わからんぞ、ガス押し、押し切れる、そうだった。勝ったのはモレファーブルー。